なりたいチャンネルです。チャンネル内の自然音、その他の朗読もよろしくお願いします。異世界ライフ、異世界のんびり農家387、お金対策388、お金対策の実行、朗読を始めます。異世界のんびり農家、お金対策。俺は夕食の鍋をつつきながらお金の問題の対策を考える。多くのお金を使うとなると大規模工事とかなんだけど、道路、建物、ダム、堤防、防波堤、すでに五の村周辺は開発に着手しています。それ以外にどこを工事するのですか？ユーリが鍋の肉を箸は箸でつかみながら聞いてくる。シャシャートの町周辺とか。村長、それはダメです。ええ、シャシャートの町に限らず大体の場所には代表者がいますから。うん、だからその代表者に言ってお金はこっちで出すからと。村長、確認しますが魔王国を侵略するお考えがあったりとか？ええ、ないない。どうしてそんな質問になるんだ？説明しますと、代官や領主にお金を出すから指定の工事をしろというのは無礼なことになります。ええ、そうなるのか？はい、代官や領主の仕事がその地で税金を集めることとその税金を使うことなのですから。俺の考えは代官や領主のやり方を真っ向から否定する方法なのだそうだ。なのでそんなことを言った日にはよくて暗殺者、悪くて戦争になるそうだ。領地を家とお考えください。あなたの家、扉が少し傷んでいるようなので修理してはどうですか？お金は私が出しますよ。たとえ善意からだとしても、こう言われて喜ぶ人は少ないと思いませんか？確かにな。一部はラッキーと気楽に喜ぶ人もいるだろうけど、大半は嫌がる行為だと思う。悪かった、俺の考えが浅かった。いえ、私も失敗を何度もして覚えたことですから。無礼な物言い、ご容赦ください。ユーリはそう言いながら鍋の肉を、肉がなくなったので肉を追加した、野菜も食べるように。しかし大規模工事がダメとなるとどうしたらいいんだ？寄付もダメか。俺の意見に今度はフラウが答えてくれる。ダメではありませんが、名目が必要です。名目、理由のないお金を渡されても困りますから。そんなものか。先ほどのユーリ様のお話と同じです。それと金額的にも適度な額があります。適度な額？はい、多く渡しすぎては相手の経済力を侮蔑する行為ですので。そんなものなのか。寄付ならいくらでも喜ぶと思うんだが、例えば村長が顔見知り程度の方から毎年信じられないぐらいの大根とじゃがいもをもらいます。気分はどうですか？なるほど、お裾分け以上にもらうと俺の畑の大根とじゃがいもはいまいちだと言われている気がするな。ですよね。お金は大事ですが、それゆえに困った時は信頼できる方から融通してもらいます。必要以上の寄付はすでにある人間の関係、特にパワーバランスを崩壊させる可能性があります。慣れないうちは控えた方がいいかと。フラウはそう結論を出し、鍋に餅を追加した。何個目の餅かな？美味しいのはわかるが食べ過ぎは良くないぞ。しかし大規模工事も寄付もダメと。ユーリやフラウの話を聞くと、大樹の村や五の村以外に手を出すのは良くないってことだな。そうですね。文官娘衆の一人が同意してくれる。問題の本質は、大樹の村が良質の商品を売るだけで、外部というか魔王国からの購入費体が少ないことです。黒字貿易を続けている状態ですね。彼女はキノコが好きなようだ。大量に鍋に入れようとするが、出汁が黒くなると周囲から反対されている。舞茸以外はそんなことないから。わかった、専用のキノコ鍋を新しく用意しよう。ただトリュフは薄くスライスしような。
そのままはさすがにちょっと野菜も入れるんだぞ。しかし黒字貿易か。だったら大樹の村の商品を値下げするのはどうだろう。これで多少の改善にならないか。価値あるものを価値以下の値段で売るのはよろしくありません。魔王国を混乱させ産業を潰すことになります。文官娘衆の一人にスライスしたトリュフの厚さを確認しながら反対された。今でもかなり値は抑えているらしく、これ以上の値下げは魔王国の農家や職人たちを困らせることになるそうだ。安易な値下げはよろしくない。理解した。あとトリュフはもっと薄くした方がいいと思うぞ。しかしどうしたものか。売らないのはダメなんだよな。商品を購入している者たちからは流通量を増やしてほしいとの意見が多い。なのに逆に売らないというのは暴動が起きるそうだ。今流通している品が爆発的な値上がりをするでしょうから、魔王国を混乱に陥れたいのであれば有効な手段でしょう。テーブルにやってきたティアが教えてくれる。遅くなったのはオーロラに母乳を与えていたからだ。ああ、ルプミリナにもあげてくれたのか。ありがとう。それで魔王国を手中に収める相談ですか？違う。魔王国出身者が多いんだから変なことを言わない。誰かティアに新しいお皿と箸を、野菜皿追加で、お肉皿もお願いします。遅れてきたティアのためにちょっとの間だけ鍋奉行。お金に関しては文化に投資するのが一番です。新しく追加した具材が煮えるのを待ちつつティアのアイディアを聞く。文化？はい、例えば芸術です。ああ、絵とかか。絵だけではありません。音楽、演劇、詩、文、デザインと多種多様にあります。それらは権力者の保護がなければ消えてしまうでしょう。なるほど、文化の保護か。悪くないな。問題は俺が権力者じゃないってことだが、横に置いておこう。お金はあるんだ。俺はいいアイディアだと思う。ユーリ、フラウ、文官娘衆の一人もうなずいている。しかし、そういった文化の担い手の多くは、すでに権力者の庇護を受けていると思います。言った本人のティアが反論する。そして納得。確かにそうだ。俺が動くまでもなく、すでに権力者は文化の保護に動いている。なので庇護ではなく育成方面に文化系の学園を作るのはどうでしょう。文化系の学園か。楽しそうではあるが問題は多そうだな。誰が教えるんだとか、学園の場所はどこにするんだとか、魔王国との折衝も必要か。即座に実行できるアイディアではありませんから、数年後の方針ということで、現段階ではその学園を彩るための絵や工芸品、書物、あとは宝石などを買い漁ればそれなりにお金を使うことができるかと。ティアの説明は現金を貯め込むから問題なのであって、現金以外にしておけば問題は解決とのこと。それでいいのか。ただ金袋を振り回す行為と揶揄されるのだけが心配です。ティアはそう言いながら煮えた鍋に箸を伸ばした。食後、文化保護ならスポーツも含めよう。やってきた魔王に相談するとそう言われた。野球の弱点は道具代だ。現状ある程度の金持ちしか参加できない。しかし道具の値段が安くなればそれだけで参加者は増えるだろう。大規模な野球大会を実行すれば金なんかあっという間に消えるぞ。なるほど、参考になる。さすがは魔王国のトップだ。余談、魔王とユーリの会話。寄付欲しいですと言わなかった私を褒めるように。お父様、当然のことです。異世界のんびりの丘。お金対策の実行。文化保護と育成に金を使うことにしたか。陽子は俺の結論に面白そうにうなずきながら言葉を続けた。表向きはまるで俺が裏で悪いことをするかのような発言は避けてほしい。似たようなものであろう。陽子はカカッと笑い、テーブルの上に置かれたたい焼きに手を伸ばした。
ガットとヤマエルフに作ってもらったたい焼き用の焼き台の成果だ。中はこしあん、粒あんとこしあんで悩んだけど派閥ができて揉めそうだったので俺の独断で決めた。たい焼きはこしあん、その代わり大判焼きは粒あん。大判焼き用の焼き台もすでに完成している。まずは表向きの文化保護と育成に関してだな。陽子が計画を説明してくれる。まず商人に頼み各地で美術品を買い集める。ただし一つの品の購入価格に制限をつける。お金を使う必要はあるが無駄に高いものを買う趣味が俺にはないからだ。ここは気を使わせてしまった。しかし俺に物の価値はわからないからな。騙されないためにも購入価格の制限は必要だ。そして集めた美術品を展示するための館、美術館の建設。これは冬の間の五の村に建設してもらう。ハイエルフたちがルーに連れられたので建設は戻ってからでも構わないと言ったのだが、五の村の大工たちで大丈夫だそうだ。いや、五の村の大工たちを信頼していないわけじゃないんだぞ。俺の中で建設はハイエルフたちというイメージが強すぎるだけで、美術館は一般にも開放、見物料を無料にすることで五の村の財力をアピールしつつ文化の浸透を狙う。個人的には絵描きが増えてくれると嬉しい。うむ、それと音楽を楽しむものもな。五の村の美術館には劇場も併設する。展示物だけでなく演劇や音楽などを楽しめる場所になる予定だ。ティアのアイディアである文化系の学園も併設する。ただこれは俺がイメージする学園ではなく、アパート一棟をすべて教室にしたような感じだ。学園よりは私塾に近いかな。現状教師と生徒の当てがない。マイケルさんか魔王に相談しよう。そうそう、魔王のアイディアであるスポーツの保護、道具の量産は何とでもなるだろうけど、大会を行うための場所は難しいな。とりあえず五の村に野球ができるグラウンドを一面作ってもらう。これぐらいかな。俺が確認を求めると陽子は満足そうにうなずいてくれた。まあ商人たちが美術品を求めて派手に動くであろうから大丈夫だろう。現金を動かすことも大事だけど、ちゃんと現金を使っていると周囲にアピールするのも大事なのだそうだ。それゆえ表向きの行動。では裏向きの話に。陽子が楽しそうにしている。さっきも言ったが悪い話をするわけじゃないからな。現金を使うが使った効果が目に見えない、見えにくい案件というだけだ。まず医療団の結成。この世界の住人は治癒魔法があるから多少の怪我には強いのだが、病気や薬病などに関してはかなり貧弱だ。病気も魔法で治るのだが、その魔法の使い手は少なく、使い手だけでなく貴重な薬も必要となるので代金も高額。一般の庶民は当然貴族でもそう簡単には払えない金額になるそうだ。それらを解決するための組織を結成する。それが医療団。参加希望者を集め教育。普段は数人で各地を放浪、病気の者を治療して回る。身分は無視、治療代は無料。絶対に受け取らない、受け取らないように逃げてもらう。完全に善意の集団になる予定だ。面白いが、村長の希望通りの活動ができるまで30年ぐらい必要になりそうなのが弱点だな。それゆえ裏向きとなった。次に料理文化団の結成。この世界では料理が未発達だ。だがそれは俺の視点での話。この世界の住人の視点ではちゃんと料理をしている。各地には誇れる郷土料理があるのだ。これを調査し記録してもらう。これが第一の任務。第二の任務が各地にある独特の調味料や料理手段の研究。うまい、まずいは横に置いておいて、どんなものがあるかを調べてほしい。俺の知識だけじゃいろいろと限界があるからな。新しい料理の発想になるかもしれない。最後の任務が俺の知る料理知識の拡散。独占して儲けた方がいいのではないかと陽子に指摘されたが、基礎的な料理方法は広く知ってもらいたい。誰もがそこそこ美味しいものを食べていれば
世の中から争いはなくなるだろう。甘い理想論かもしれないが、まずい料理ばかりの世界よりはいいだろう。うまい料理が増えるのはいいことだ。陽子がたい焼きにあんを乗せた。それは邪道ではなかろうか。次に、魔物調査団の結成。この世界には冒険者がいる。魔物や魔獣を倒し、賞金や素材を手に入れる者たちだ。まあ、街中で何でも屋みたいなことをやっている者もいるらしいけど、冒険者といえば主に魔物と戦う者という認識で間違いない。この冒険者たちは基本的に冒険者ギルドに所属している。だから俺はそのギルドでいろいろな情報を共有しているのだろうと思っていた。だが、実態は違った。ギルドがしているのは冒険者への賞金の支払いや依頼の管理。冒険者の育成は業務内容ではない。育成をやっているギルドもあるにはあるが、それは完全なるギルド職員の趣味、副業なのだ。それゆえ、魔物や魔獣の情報は先輩冒険者から聞くものであり、そのあたりに恵まれなかった冒険者はひどい目に遭う。それは構わない。冒険者には冒険者のやり方があるのだろうし、魔物や魔獣の情報は冒険者の商売の種でもあるのだろう。教えろとは言わない。だから、こっちで勝手に調べる。それが魔物調査団。まあ、各地で冒険者たちを雇って情報収集するのがメインになるだろうけど、知らぬよりは知っておいた方が助かる。魔物や魔獣の分布図が分かれば、安全なルート開発も可能かもしれん。たい焼きを食べ終わった陽子は、俺におかわりを要求してくる。残念ながら、今、作ってるのはたこ焼き。たこ焼き用の焼き台も、ガットとヤマエルフに作ってもらった。タコを嫌う者もいるので、タコ入りは一部のみ、大半は鶏肉や魚肉、貝柱などを入れている。甘味の後に、それを出すのはずるい。そう言いながらも食べるんだな。こんなものだな。裏向きはどれもこれも時間がかかる。しかも総額は大きいが、毎年の金の減りは少ない。が、楽しそうではある。そうだな。そしてどれもこれも表立って動けない。理由は、前に相談した時にユーリやフラウから注意された。各地にいる代官や領主を無視する行為だからだ。まあ、魔王やビーゼルには説明しているし、黙認はもらっているから、大事には至り至らないだろう。ただ、大きな問題があるといえばあるぞ。そうなのか。現状、表向き、裏向きを合わせて、村長の希望を最大限に実行したとしてもだ。予定費体の半分の半分も使えていない。あ、待て、逃げるな村長。考えるのはまた今度にしよう。などと思っていたら、お金を必要とする人物が現れた。ルーだ。ごめん。ちょっとお金が足りないの。貸して。次回は、異世界のんびり農家389、料理教室とルーの研究390、吸血姫の船、よければ高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。